時間待ちとかだったらしいです。あそこ行ったことある？行ったことないです。そんな待てないと思って行かなくて。でもなんか今年は整理券とか、なんかアプリでも配ってるらしいので、一回なんかちょっと様子見ようかな懐かしの表参道駅です。参道駅の何口だっけ？ A2 出口出たらすぐだよね、行こうとしてるところ。あ、でも並んでそうじゃないですか。結構確かに、なんか運よく入れたりとかしないかなあ、かわいい、かわいいの待ってますよ。とりあえず並んでみてますとりあえず並んでみる。入れるかどうかわかんないけど、そんなにね、並んでなかったから。ね、外でもいいよね。てか、なんかこのテーブルのさ、かわいい、かわいい。フェンディのバッグで来ればよかったですね。さおちゃんが動画撮ってくれてます。超かわいいじゃん、これ。まさかのオレンジ、サックとマッチしちゃってるね。インナーとインナーもまあディオールだけど、ディオールですこれを読み取るんですかね。なんかやってみたいね、これも。さおちゃんと私はラテを頼みました。なんかガラガランバムラだそうで、ね、あれだよね、選びたかったけどね。確かに選べられないらしい出た時の楽しみこれと、なんだっけ、これね、これ頼みました。でこっち向けますか。はい、ありがとうございますよかったですよね。でも全然いい、かわいい、いいじゃんマスクケースにマスクを入れたいと思います。マスク入れたけどはみ出る。女子あるある、配置して写真撮る。かけるんですよね、きっと。え、やだ、かけたくないどうしよう。かける、綺麗に入れてください。え、かけ、あ、やだやりましょうか。うん、無理。なんかこの可愛い子を、いきます。はい。あー、そう待って、ダメだ、ごめんなさい、小さい。さおちゃんが、かわいこちゃんを殺してしまったんです。ダメだ。じゃあ、しょうがなく私がかけることにしよう。いや、これは難しいです。ダメだ、これおしゃれにかけれないですね。こっちでリベンジします。え、これさ、どうかけても無理じゃん。いや、かわいくはかけれないですね。かけれないですね。もう結果がもうこんなになっちゃう。でもここもね、あれだよね。ペカン。あ、そう、ペカンの柄。ペカンの柄になってる。1月までらしいので、皆さんぜひ来てください。来てください、行ってみてください。
ケーキが甘くなくて美味しかった。私たち2人とも甘いのは好きなんですけど、そこまで得意じゃない。そうなんか甘すぎるとちょっとね。そうですよね。あのカフェラテとの相性が良かったです。一番びっくりしたのはもう今日の私のコーデがオレンジすぎて、ね、オレンジカフェにぴったりすぎて、ね、まあ一応1月のなんか中旬までだったような気がする。なので皆さんぜひ寄ってみてください。あのクーのショールームのついでに。ついでっていうにはもうもったいないくらいめっちゃいいとこでした、ね、可愛かったです。この辺って結構あの裏側だとご飯屋さんとかもあるから。そうです、ね、結構おすすめいっぱいあります、この辺。え、そうなんだ、うん、もう美味しいとこ富士さんも絶対知ってますよね。あ、でもなんかあのしゃぶしゃぶ屋さん、あの2階にあるしゃぶしゃぶ屋さんあるじゃん、はいはいはい、あ、いいですね、あそこの、そう、あそこ行ってご飯食べてとか、ちょっと和食屋さん割とありますよね、この辺って。次は、私が去年の秋に、もう毎週のように行ってたカフェに、もうお休みの日でも表参道に来、そのカフェに行きっていう生活を、ね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。出せたような気がする。この真ん中に立ってね、お写真を撮ると鏡張りの中に、ね、昼間も割と良さげ。そうですね、夜だけど、でも夜もすごい素敵ですよね、夕日がすごく綺麗。動画はいかがでしたか？まだまだご紹介できてないところいっぱいあるので、次の Vlog も楽しみにしてください。こういうところが見たいなどあればぜひコメント欄で教えてください。ではバイバイ。